ゴースト障害のイメージゴースト障害の原因となるマルチパスのレイゴースト障害は反射によって電波が時間軸方向にずれて受信されることでテレビやラジオなどで映像や音声がずれて見える現象のことである経路長が異なる複数の経路で信号が伝わることによるその原因としてはマルチパスとインピーダンス不整合がある主な映像の左に現れる前 ゴーストと右に現れる後ゴーストがある。水平気線区間オーダーまで遅れたり進んだりするゴーストがあると発生原理の前後と見た目の前後は一致しない。両方現れることや特に主な映像がなく何重にもなることもある。マルチパスで直接波とは別に反射により迂回してきた電波がアンテナに届くと迂回してきた分だけ余計に時間がかかるので後ゴーストが現れる。 インピーダンス不整合によるゴーストは後、ゴーストとなる。直接波が届かないか弱く複数の反射波のうち、最短でないものが最も強い場合は、前ゴーストが現れる。この場合は、ゴーストは強く何重にも現れることが多い。アンテナ間の経路が一つでも電波が直接にテレビや、 ビデオのアンテナ端子に届いた場合、アンテナ線に沿って流れるより直進する電波の方が早いので前、ゴーストとなる。衛星放送はパラボラアンテナに強い指向性があり直接波しか捉えないため、マルチパスによるゴーストはほとんどない。インピーダンス不整合によるゴーストは地上波と同様にある。デジタルテレビは高周波の多少のノイズは、 復調過程で完全に取り除かれ、強いノイズがあれば、ブロックノイズで、モザイク状になるか全く見られなくなる。どちらにせよ、ゴーストが映ることはない。ゴーストを除去するには、大きく分けて二つの方法がある。いずれもゴーストが一つであれば、比較的綺麗に消せるが、多くなると全て消すことは困難となる。ありがとうございます。